改正書は、文久三年に設置された江戸幕府の洋学教育研究機関である。幕臣の指定に向けた蘭学や英学等の洋学教育、並びに翻訳事業などを扱っていた番書調べ書が、1862年に洋書調べ書と改称される。この番書調べ書を乱章とし、改称後に組織が拡充され、1863年10月11日に、 改正書が設置された。1864年秋、改正書規則を制定し、学則を欧米の学校に習い、教授科目を、欄、英、仏、読、露の語学と、天文、地理、キュウリ、数学、物産、科学、機械、雅学、活字の書家とする。幕府解体に伴い一時閉鎖されたが、1868年8月1日の、 福国により、医学書とともに、明治新政府に接収され、同年9月12日、官立の改正学校として再開した。改正学校は後医学校と統合され、東京大学が発足したため、改正書は、現在の東京大学の源流とみなされている。改正という言葉は、中国の液凶刑事上伝の中の怪物政務に基づくと言われる。 翻訳学問だけでなく、自ら学を実務につないでいくという意図を込めたもので、ある。同盟の機関として、薩摩藩の洋学校として1864年に設置された改正書があり、講師には、中浜万次郎、前島ひそかなどがいる。後に、東京改正学校初代校長となった、畠山義成も、藩より派遣された英国留学に先立ち、 この改正書で学んだ。教科は、英語、乱語の他海陸軍法術、標法、数学、物理、医学、地理、天文学、測量術、航海術などの西洋の進んだ技術や、学問の習得であった。薩摩藩は1866年、イギリスへ4名の施設団と15名の留学生を送り込み、ロンドン大学などで学ばせるが、その人選にあたっては、 改正書出身の優秀な人物を中心に選出した。しかし、この改正書も幕末の急激な世情の変化に伴う藩の軍政改革によって軍に関わる教科が分離し、単なる教科学習の域に留まったため、後に藩校、増士官に移ることになる。改正の名は戦術の通り歴史的に言われある明治であるため、明治以降、更新期間たる。 改正学校に習い、小学校、中学校を問わず、改正を公明に関する学校が多く設立された。ありがとうございます。